そうっす。あ、うん。なんだろう。だから。あ、そう。不器用さが余計に可愛いんじゃないですか。ずっと酔ってりゃいいのに。飯何？あ、生姜焼き。なあよ。あの女誰？あの女？いつも通話してる。え、オタク友達。あ、そう。味薄。醤油。ごめん。シーフードかよ。豚が良かったのに。まだ？今温めてるからもうすぐ。そう。うん。ソース。待って、洗い物。まだない。なんでやめんの？売れてなくて、食べていけないので、就活しないと。面白くないんだ。でも本当は続けたいんだろ？はい。じゃあ俺のところに来い。そこそこ高給取りになる予定だから。返事は？だから漫画続けりゃいいじゃんって。衣食住の金は保証してやるから俺んとこに来い。でその代わり俺の言うこと全部聞け。洗濯困んないようにだろ。俺は優しいんだ。乾燥機とか買えば別に。そんなに俺としたいんだ。いや、それはその…そもそもなんださっきの言い草。好きじゃないだの出て行きたいだの。お前俺のプロポーズ受けといてよくそんなことが言えんな。はい。怖い？思ったよりもすごく透明で。怖えんなら乗る前に言えよ。外からじゃあんま分かんなかった。
ほら。おえんだろ。だから。あ、でもちょっと汗かいてるし。ああ、もう。ほら。どう？え、わかんない。俺、服とかあんま詳しくないから。似合うと思うけど。いや、いいよ、大丈夫、ありがとう。あ、もしあれだったら、あの、こっちはこっちで好きにやってるし。ああ、せっかくの休日に大嫌いな俺と一緒にいても楽しくない？いや、それは、その…あ、そう。これお前の。え、だからやるっつってんだよ。ほら。あ、ごめんなさい、邪魔しちゃって。いえ、酔っ払いの解放ですが。本当に恋人なんだなって感じです。ようやく現実味が。そう見えます？だよちゃんって彼氏の前だとこんな甘えたになるんですね。なんかちょっと意外かも。いや、お酒様々ですね。普段は素っ気ないですよ。ああ、確かにだよちゃん素直じゃないからな。天の弱っていうか、まあそういうとこあると困っちゃいますよね。やだな、陽の素直になれないその不器用さが余計に可愛いんじゃないですかね。俺のこと好きなくせに。お前、お前それ嫌だったんか。お前の方がそう思ってたんかよ。あ、もう最高。よしよし、取られちゃって嫌だったな。抱きつくとかできんだな。ずっと酔ってりゃいいのに。懐かしいな、あのカレー。また食いてえな。